して。大坂はどうも好きになりませんな。ここはもはや、クソダメでござる。わしにつくなど道を誤ったな、広松。我が命を狙う官僚側につけばよかったもの。幾度かように思うたことか。広松殿、我が領分へようおいでくださった。藪重殿は江戸にて控えるよう我が殿から申しつけられているはず。南蛮船とその船乗りらを拿捕したとの知らせを受け、ここにいることこそ寛容と思うた次第。大筒はどこじゃ。あの船には異国の船乗りに加え、鉄砲500丁、大筒20本、それに金銀数箱あると聞く。すべて陸揚げを終えております。それは何よりじゃ。日の本の外交を統括する殿が船と積み荷一切すべて押収する。よいな。恐れながら広松殿、この伊豆は我が柏木家家中でござる。おお、これは失礼いたした。その方は我が殿に忠義を尽くすものとばかり思い込んでおったゆえ。滅相もないことでございます。もとよりこの船は召し上げるまでもなく虎長様のもの。不意にお送りして驚かせて差し上げようと思ったまでのことでございます。その他の寛容が心がけ、殿も喜ばれよ。やつは何もかも知っておるな。こいつは何をした。ロドリゴ様、Your pilot is somewhere. Here.For all we know, we could still be breathing. Not on. I don't care what sort of savage, whore, bitch, turd you are. Where I come from, we don't leave a man behind. Hiromatsu 殿。ご大老様方。虎長様より遺憾ながら一身上の都合にて大老職を辞すると決めたよし。皆様方にお伝えせよと申しつかってまいりました。誠に申し訳のないことと存じ上げたとまつる。かような紙切れ一枚で何が変わるわけでもない。四大礼で虎長を断罪いたすまで。さようにござりまするか。さりながら、確か太閤殿下は評決は五人の大老において決すべしとお定めになったはず。今は四人様しかおいでになりませぬな。衆を人質に取ったのでござる。大老衆は皆ご家族ともども城内に閉じ込められてござる。虎長様が不利になるよう無理強いするつもりか。今よりすぐに出立いたしますぞ。さあ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 、ここへさあ、しずこれでお乗りくださる。しずには無理じゃ。私とも足手まどにしかならぬ。殿へのご中心は広松殿、そなたにお任せいたします。いや、しかしどうか行ってください。はい、ごめん。進めない。止まれ。人様の命じゃ。止まれ。どうするない。止まれ。人様じゃ。殿、
気にございます。古典とは何でございまする。遥か昔に練られた策じゃ。紅の空と書いて古典、つまり一気呵成に大坂城に攻め入る策じゃ。これまでの大老会議を廃し、新しい体制を作り上げる。虎長様を一人を大老とする大政をじゃ。藤井。藤井様。ああ、面目次第もございませぬ。おいでになるとは存じませず。ちと驚かせようと思うでな。昨夜弟がたわけたことを言い出したとき、何故止めなんだ。殿への侮辱、見過ごしたこと申し訳ござらん。違う、その話ではないわ。敵将の首をはねた話よ。溝口の。バカらしい。一刀のもとに切り落としたじゃと。お主も見ておったであろう。くたびでございましたぞ、首が落ちたのは。むごいことをなされましたな。小わっぱに解釈を頼む方が愚かなのじゃ。殿は戦うおつもりじゃ。何故そのように思われるのでござる。でなければわざわざ大坂にことづけなど頼まん。殿、拙者は殿が小便垂れの小僧の頃からおそばにお仕えしてまいりました。我らの戦を道半ばで放り出されるおつもりか。まことに無駄死にを選ばれるのでございまするな。決して殿を見捨てるでないぞ。たとえ殿が御自ら命をお捨てになったように見えてもじゃ。我が息子よ、見事に時を稼ぎおったのを無駄にはせぬ。広松もお前も。